下北沢で、喫茶店を営んでいる永山と申します。よろしくお願いします。ひいおじいちゃんが、映画館を終戦後に、地元の宮崎の方で営んでいて、なのでなんか小さい頃から映画に触れる機会がすごくあって、で自然ともう学生の頃からすごく映画が好きで、たくさんいろんな映画を見てたんですけど、それをまあ田舎から映画を通していろいろ世界を見ることで向こうに興味を持つようになって、でちょうど大学卒業した後に海外の方に留学を行って、僕はそのオーストラリアに留学に行ったんですけど、その際にまあオーストラリアっていう国がすごくカフェカルチャーが発展している街で、で自然と向こうでコーヒーを飲むことでコーヒーを好きになっていって、で将来的にコーヒーをやりたいなっていうのもあったんですけど、向こうのカフェっていうまあ喫茶店じゃないですけど、カフェのそういう文化がとても僕は好きで、朝からこうたくさんの人たちが、仕事前とかに集ってコーヒーを飲んだりお話をしたりしていて、そういうなんかコミュニティスペースになってる印象がすごくあって、なんかもう本当だったら朝とかすごく眠いくて、もうすぐ学校行きたいなとか仕事行きたいなっていう感じになると思うんですけど、なんかそういう時間の余裕を持ってるなんかライフスタイルがすごくいいなっていうのがあって、まあ、自分でこういう場所を作りたいなっていうのでお店をオープンしようと思いました。喫茶店っていうイメージが、まあ、本読んだりとか新聞読んだりとか、まあ、カップルでなんかおしゃべりしながらナポリタン食べたりスイーツ食べたりとか、なんか自分たちの時間をまあ過ごす場所っていうイメージがあって、そういうなんか自分に対して贅沢な時間を過ごしてほしいっていう気持ちから喫茶店にしたっていう名前が一つと、まあレイっていう名前はその僕が昔オーストラリアに留学していた時に、本名が僕直弘っていうんですけど、まあ、留学先のそのファームステイっていう農園にいた時にスペイン系の人たちが多くて、でナオっていうのがスペイン語だとなんか呼びにくいものみたいで、で自分の名前呼ばれてる時に結局気づかないことがすごくあったので、じゃあ分かりやすい名前にしようっていうので、その時レイ・チャールズがとても好きだったっていうのもあって、まあレイっていう、まあ、世界共通の名前にしようと思って、そこからずっとレイと呼んでもらっていて、で喫茶レイっていう名前でお店をオープンしました。下北沢っていう街がとても昔から好きでよく来てたんですけど、まあ、街の印象として、まあ、劇団員だったりとか、バンドマンだったりとか、こう夢を描いているエネルギーを持っている人たちが多いイメージがとてもあって、かつ、カレーとか古着とか独自の文化もこうすごく持っている街っていうのですごく気になっていて、こう流行に流されない街だなっていうイメージを持ってたんですけど、で好きでよく来ている時に、とある時にこう街で宮崎フェスティバルっていうのをこうやってる時があって、で街中にこうフラッグがあって、すごいこう宮崎をこうフォーカスしてるのを見て、わ自分も宮崎出身なんですごく縁があるなと思って、この街でやろうと思ってこの街を選びました。豆は、僕がまあ前職働いていたカリフォルニアのサンタクルーズ発祥のバーブコーヒーっていうものをメインにエスプレッソでは使用していて、まあ、そこがまあコーヒーザフルーツっていうコンセプトで、苦味よりかは酸味ベースのまあフルーティーな甘みだったりとか、そういったものをコーヒーはメインで取り扱ってます。でもう一つが、ハンドドリップのシングルオリジンで使ってるんですけど、それは材木座にあるカレンダーっていうコーヒーショップのお豆を選定していて、そちらも基本的にはフルーティーなコーヒーを、メインでご提供してきます。あとは、僕が九州のその宮崎出身っていうのもあって、宮崎の食材をメインで、取り扱っていて、で一番人気のそのプリンも、宮崎の都城市にある横浜よか卵っていう卵を使用してます。でそれ以外にもワッフルとか焼き菓子などもあるんですけど、それも基本的には宮崎の食材バターや卵を使ったものをご用意してます。
プリンがやっぱりとてもスイーツで人気なので、まあ、そのプリンを食べに来られるお客様だったりとか、まあ、若いお客様、まあ、女性のお客様も多いんですけど、まあ、近所のお客様がふらりと来られたりとか、結構年齢層は低いところから上まで結構様々ですね。海外にこう行くことによってなんかこういろいろ考えてたんですけど、まあ、じゃあ自分の好きな場所で最終的には生活したいなって思った時に、まあ、一番最初に思い浮かんだのがやっぱり地元のその僕の宮崎っていうところを思い浮かべて、でなのでまあ宮崎をどうやったらもっとこう皆さんに知ってもらえたりとかいいところがたくさんあるのを広められるかなって考えた時に、まあ、食材だったりとか、まあ、食のところでまずは皆さんにその宮崎のものを知ってもらいたいなと思ったのがきっかけですね。2024年の2月から古着の販売も行っていて、で僕が直接買い付けに行って、主に USA とあとヨーロッパの古着を今セレクトで置いてます。まあ、トップスからパンツ T シャツとかもあります。でもこれから季節によっていろいろ変えていこうかなとは思ってます。喫茶店なので、まあ、古着をメインで見に来る方はまだそのいらっしゃらないので、まあ、コーヒーを飲みながらふらっとこう古着を見てもらったりとか、古着っていうものを知ってもらえるきっかけになれたらいいなって思ってます。ロゴは、僕の友達のシティライツってアーティストがいるんですけど、その彼にデザインしてもらいました。もともとロゴとして書いてもらったわけじゃなく、その僕の首にも入ってるんですけど、タトゥーを書いてもらって、で気に入ってそれをロゴにしたのがきっかけですね。で看板に関しては、まあ、これもまた僕の友達になるんですけど、僕の友達の、京都でコーヒー屋を経営している子がいて、そこの子らに書いてもらいました。店内の内装に関しては、まあ、昔の僕が働いた時からお店に来てくれてたその大学生の子たちがいるんですけど、その彼らが建築を勉強していて、でまあすごいいい子たちなんで、将来こう一緒にお店やる時に何かできたらいいねって話をしていて、でお店を作る際にその2人の大学生の建築学生と相談して3人でお店を作り上げました。で店内の家具に関しては、まあ、お店が白を基調にしているので、まあ、温かみのあるヨーロッパヴィンテージで主に置いていて、でその家具に関しても、まあ、オープン前に仲間たちと一緒にその倉庫に行ってピックして選んで置いてます。こちらのエスプレッソマシンは、まあ、イタリアのファエマっていう、ブランドのマシンなんですけど、 E61 レジェンドっていうマシン でこのマシンにしたきっかけは、もう本当フォルムがまずかっこいい、あとこうヴィンテージアメリカ車みたいな、なんかすごいこの金のフォルムとこのネオン感がすごい気に入ってて、でクラシカルなこのレバーとかっていうところで、まあ、このマシンを選んだのがきっかけですね。まあ、もうビジュアルが本当にかっこいいんでこのマシンにしました。まあ、内装に関しても、まあ、デザインに関しても家具に関してもロゴに関しても全部そうなんですけど、まあ、僕にとってその今までのつながりだったりとか縁をとても大切にしているので、そういう仲間たちと一緒に作り上げました。1周年で、ベドウィン・ザ・ハートブレイカーズっていうブランドとコラボして、キャップとトートと T シャツの3パターン、販売してます。あとは、僕がよくお世話になっている下北沢のタトゥースタジオのセーラーズグレイブってあるんですけど、そことコラボしてお店でタトゥー彫りながら営業しましたね。あとは一緒にロンティーも、作りました。他は、お花屋さんとコラボしたんですけど、まあ、お店に花束とか、まあ、一輪挿しからも買えるよという形でお花の販売と花瓶の販売を行いました。あとは、後輩でもともとバリスタをやってた子がいたんですけど、その子がソムリエになって今結構有名なレストランで働いてるんですけど、その彼にカウンターに立ってもらって、ナチュラルワインのイベントを行いました。
普段から、地元の宮崎の食材を取り扱ってるんですけど、もっとこう皆さんに宮崎の食材を食べてもらいたいなっていうのもあって、宮崎の食材を使ったイベントを行いました。で、地元の、アーティストを呼んで、基本的には、まあ、コーヒー屋なんですけど、お寿司メインで、お魚を直接向こうの漁師から仕入れたりとか、あとは金柑だったりチキン南蛮だったり、もう宮崎もより緑の、食材を使ってイベントを行いました。僕のひいおじいちゃんが、地元の宮崎で映画館をやっていたルーツがあるんですけど、その終戦後っていうのが、まあ、まだデジタルもない時代でテレビもない時代だったので、まあ、皆さんの娯楽の一つに映画館がなっていて、で映画館に行くときに、まあ、着物を着ておめかしをしていく場所だったりとか、終戦後で世界も全然まだ開けてなかったので、映画を通して自分たちの知らない世界を見たり、新しい世界を知る場所っていうイメージがあって、まあ、喫茶レイも、まあ、映画のフィルムのように、まあ、古着だったりとか、まあ、タトゥーのイベントも行ってきたので、タトゥーだったりとか、まあ、この場所を通して普段得られないそういうカルチャーだったりとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、喫茶レイを通して皆さんに、楽しみワクワクすることだったりを提供できるようになったらいいなって思ってます。